ラコクは中華人民共和国関東省新選市に位置する鹿つく。香港に隣接し、区内は新選駅やラコ港岸が位置している。新選市の都心部にあたり、東門商業区一帯は歩行者天国のある商業地区として栄えている。ラコクには昔から新選挙という挙手があり、香港植民地界後は国境の町としても栄えるようになった。新鮮居は、 現在の新鮮中心街の東門商業区にあたる。高級線の開通後はここに新鮮駅が置かれ、1953年には中世以来の中心地だった南頭にあった宝安県政府が交通の便利な新鮮地に移転してきた。改革開放と新鮮の経済特区化に伴い、新鮮は急速に都市化する。 ラ国は九百九十年一月四日に、新戦士の中心部に成立し、同年九月二十一日には、ラ国人民政府が成立した。二千年には、係園、木外東門、緑竹、南古、竹の子、三影、東古、連包墨の八街道を、二千四年には十街道を、所轄するようになり、現在下部に百十五尺巨位、八十三尺工作端。 10街道派出所が設置されている。ラコクは香港に隣接した立地条件も影響し、サービス業を中心とした商業が発展している。現在第三次産業が占める GDP 比重は88%を占めている。商業中心地としては、香港との境界に位置するラコ地区、歩行者天を化された東門地区などが挙げられる。ありがとうございます。